来た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 、競馬ビートの裏側を伝える、その名も吉原興業のはみ出し競馬ビート。こんばんは、競馬ビートで音響効果を担当しております桂英一です。先週、吉原さんが、体調不良ということで、お休みされたんですけども、なんと申し訳ありません、今週も吉原さんお休みをされております。大変申し訳ありません、ファンの皆様。しかし先週と違いまして、今週は大変強力な味方に来ていただきました。よろしくお願いします、川島織丸さんです。よろしくお願いします。いやー、どうも。もうはみ出し準レギュラーと思いますよ。そうですね、予想の終盤から、もう各週ぐらいの勢いで。そうですね、あ、最近確かにね。それまでめっきり春音沙汰ないなと思ったら、ね、確かに、すいませんね、本当にありがとうございます。いやいやいや、何をおっしゃいますか。でも以前も一回ありましたよね、桂さんとコンビ組ませてもらったことありましたよね。だってそもそもね、予想の第1回目の予想の話をしていただいたのも、うん、吉原くんがなぜか、休むぞって言って休むんで、そうだ、ちょっと仕事が忙しいから森を今週頼むわみたいな時ありましたもんね。その時に来ていただいて、予想をやりませんかというふうに言っていただいたのがもう楽しみですから。確かに、高木さん確かにこれ波があるんですよね。はみ出しやりだした時全然休まなくても、夏休みすら取らずずっとやってて、高木さん休まないんですかって言ったら、やっぱあれ俺ね、大事なコンテンツだから言うてたと思ったら、ね、ちょっと実況が今週やばくてって森が代わり頼めるか、え、いいんすか逆にみたいな時ありましたから、はい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 、そうですね、そういうこともありましたからね。頼もしい、本当に。いや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 、よろしくお願いします。してもね、桂さん、春終わっちゃいましたよ。そうです ね、 ね、まあ、ね、見ていただいている方はご存知かと思いますけども、春の予想を、0点と0点でございます。あ、恐れていたことが起きましたね。0点と0点で。そうですね、そして、かっこ悪くも、一番ルーキーの山本大輝アナウンサーに、どうか延長戦をやらせてくださいと頭を下げて、下げてやらせていただいた結果、0点のままということで。グーの音も出ません、今年はもう本当に完敗です。大輝君おめでとう。本当ですね。いやね、まあ、延長戦したけど全員0点だったんでね。いや、だって今年の予想はもう大輝くんが1位で、立山アナが2位ですよ、はい、どうなんですか、その競馬アナウンサーの先輩として、うん、そのあたりはどのように捉えてらっしゃるんでしょうか。もうこれが競馬の恐ろしさと思ってます。おっしゃる通り、おっしゃる通りですよ。もう大師匠の馬場さんの言葉を借りるなら、これが競馬の恐ろしさです、もう本当。なるほど、あれ、テイムプリキュアとクイーンスマンテが、はい、そうです。もうパッと出てくるのがもうさすが桂さんですよね。あの2頭がもう前を走ったまま、はい、今ブエナビスタ、ブエナビスタが外から3番手に上がってきた。ブエナビスタ3番手に上がる、直線を向いて、まだクイーンスマンテとテイムプリキュア、クイーンスマンテとテイゲムプリキュアが粘っている。あと 300m は切っている。ブエナビスタは届くのか、これはとんでもない波乱になるのか、とんでもない波乱になるのか。これが競馬だ、これが競馬の恐ろしさ。ブエナビスタ猛追、ブエナビスタ猛追、しかしクイーンスマンテ、田中広康やりました、若武者。これが競馬の恐ろしいところ。唯一ブエナビスタ的な吉原高原が、さんが猛追したんですが届かず、ね、確かにインパクトでは吉原高原だったかもしれないです ね、 ね、 なるほど。なのでね、来年の予想の季節にはもうディフェンディングチャンピオンとして山本大輝アナウンサーが、はい、もうその隣に小さくいるわけですよ。僕もう入れてください。今年も出ますみたいな。今年ね、春競馬終わりましたけど、それこそ桂さん印象残ってるレースとかあります？印象残ってるレースですか、はい、ねあれに荒れましたからね、一番に来てないですからね、一切来ず、はい、ね、今年の春は G1 はね、 G1 本当にね、印象残ったのは僕でも桜花賞とかは結構印象に残りましたね。ありましたね。もう本当にウォーターナビレラ買ったわとまで
実況されてましたね。実況してました。実況されてました。買ったわって思ってました、ね。はい、買ったわって思ったところにスターズオンアースが来ましたね。あれどんな気持ちで実況してたんですか。すごい。もう高原さんも前話したかな、実況してる時ってやっぱこうどうしてもその今声に出しているのと、はい、見てあ来てるっていう、あこのなんていうかワンテンポ遅れるんですよ、はい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 、見てるとあ来た来た来た、あこのまま来たっていうのと、今違うことを僕は喋ってますよみたいな、はいはいはい、でも来てるみたいなので、スターズ来たーっていう。あともうやっぱ外も見るんで、外から伸びてくる、はい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 、僕サークルオブライフも一回言ってると思うんですけど、でその中バグンを割って、でも縫ってじゃないですよ、 割ってきましたもんね。本当にもだからあれは間違えないでよかったって。いや、まずはほんま、ようね、対応されましたよね、はい、本当ね。いや、あれは怖いっすね。さあ、ここから始まる2022年のクラシックです。百花繚乱、今年は混戦の桜舞台になりました。第82回桜花賞、いざ飛び出しました。ちょっとばらついたスタート、しかし大外、止め明け棒の波打るまずまずのスタートを見せました。さあ名残の桜を左に見て、先行争いはやっぱり2番のカフジテドラゴンが上がっていきました。ウォーターナビレラ、竹豊早め2番手です。アルーリングウェイが3番手、内から名村クレアも行った、早めに行きました4番手、並んでクロスマジェスティと外からラブリーユアイズ、その後ろラズベリームースがいて、青い帽子がサブライムアンセムです。中段からパーソナルハイはいけませんでした。その外スターズオンアース、最内5番のピンハイがいて、外から姉御肌、12番のベルクレスタ、2歳女王サークルオブライフとミルコデムーロは中段後ろ、その外ソメアケボー、1番人気のナミュールもいい感じ、そして後方集団です。ピンクの帽子のフォラブリューテと、さらにはライラック、最後方からプレサージュリフト、末足にかけます。 3,4 コーナー中間点です。まもなく前半の半マイル、今通過46秒台で通過しています。さあ花風に今年は初夏の匂いを混じる 3,4 コーナーから4コーナー、先頭は2番のカフジテドラゴンです。ウォーターナビレラが2番手、ラブリーユアイズが3番手、さあ外からオレンジの帽子スルスルと姉御肌がいる。さあナミュールは中段です。染め分け棒は1番外に出して、4コーナーから直線コース、さあ先頭はまだカフジテドラゴン、カフジテトラゴンが先頭だ。ウォーターナビレラ上がってきた。さあ竹豊、ファンの夢と弟の思いを乗せて、ウォーターナビレラ、その内から名村クレア、名村クレア来た、外から懸命に名村足を伸ばす、真ん中からパートナーが入って、先頭はウォーターナビレラ、竹豊、桜も豊かの背中を打つ、内名村クレア、大外のサーズオンバライフ、さらにはスターズオンダース、スターズオンダースか、ウォーターナビレラか、最後は2頭のウォーターナビレラに狙いを定めたスターズオンアーツ、さあ差し切ったかどうか、勝ちの計は1分32秒9。いやあれはすごいレースやったなと思って、内外は結構やっぱ競馬アナウンサーケアするので、はいはいはい、真ん中が一番見づらいですし、確かに分かりづらい、はい、動きが確かに見づらいですよね。そこへやめてっていうところからもびっくりしましたね。ねえ、あとね、あのやっぱあれですよね、直線 の、はい、あの名村クレアのテンション流れてますよね、はい、そうですね。まあ、あの公平性を欠いたと言っても浜中ジョッキーと名村クレアが大好きな私としては、ね、そうなんですよ、名村クレアと思ったら、もうやっぱりね、応援してるとはいえ若干の距離不安があったじゃないですか。はい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 、はい、だけどやっぱり浜中ジョッキーが勝負に出て、こうね、渾身の騎乗、まず位置をちゃんと取って、ね、でそこからもう勝負に勝負、もうあれもう多分もう100点満点、もう1000点満点のもう浜中ジョッキーの勝負を描いた騎乗だと思うんですよ、はい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 、で、直線も来て、うわー名村くれーってもうほんとほんと立ち上がる勢いでしたまで実況してて、だからもう実況アナウンサーとしてもあそこで声をマックス使ってるんで、はい、もう余力がないわけですよ。これは自分はどうするんだとかもいうこともありながら、確かに、もしかしたら最後のスターズオンアースよりもでかかったかもしれない、ね、でかかったかもしれない、その時は、はい、なるほどな、そうですね。森尾君はあれですか、印象的なレースはありましたか。僕はですね、2つあって、実況だったらやっぱ高健さんの大阪愛 の、 あのポタジェ、あれは素晴らしい実況やなと思います。それやっぱりプロから見てもそうでした、すごいですね。ポタジェってこう本当盛り上げるのが難しい場面、どっちかというと可愛らしさも出ちゃいますし、うん、短いですし場面が、はいはい、だから実況アナウンサーとしてこう盛り上げてって言ってポタジェーって言ってもいまいちこうなんかガチッとはまらないですよ。はい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 、コウケさんはなんか
ポタジェだポタジェだポタジェだというこういろんな角度からのポタジェ、はいはいはい、あこんなやり方があったのかって勉強になりました本当に。さすが貢献さんだなっていう。さあ決着の時を迎えます。春の大阪決戦、大阪春の陣開幕スタートしました。エフォーリア、うまじまうまくれました。ジャックドールは行き切るのかどうか、大きな拍手の中での先行争いに入ります。おウィン・マリリンが行くのか、ジャックドールはどうする、控えるか。外からスーッとレイ・パパレも来た。連覇を狙うレイ・パパレ、外から予想通りアフリカンゴールドもここで先頭を叩く形になるか。内からジャックドール譲らないのか、外からアフリカンゴールド、そして3番手にレイ・パパレが続くという展開。赤い帽子はここにいた。エフォーリは中段から前目のポジションを取りました。後方グループ赤い糸、前にはつけられませんでした赤い糸。さあ縦長になりながら花より戦の向こう上面に向かっていきます。ここで先頭ジャックドール、譲らないジャックドールが先頭に立ちます。2番手にアフリカンゴールド、そして3番手に内の方からウィン・マリリンが続いていく。それからレイ・パパレも控えてこの位置、そして内を通ってポタジェです。外から湘南バルディがいて、その後ろ3馬身ほど離れましたシーグアスです。内から3番のヒュミドールが続いて、そしてここにいたエフフォーリア、負けられないぞエフフォーリア。前半の戦を58秒8、流れているペースです。ジャックドール58秒台は初めてです。そして9番のアリーボがいて、その後ろステラリアが続いている。外からじんわりと赤い糸、内の方からスカーフェイス、真ん中通ってマカヒキがいて、外からキングオブコージ末足にかける、内からレッドジェネシス、縦長ペースは流れている。58秒台で流れているのは初めてのジャックドール。先頭で一馬身のリード、さあ溜めて、いやむしろ離して、先頭一馬身のリードで早くもアフリカンゴールドにはムチが入っている。レイパパレじんわりと上がってきている。エフフォーリアは中段で揉まれている、中段で揉まれている。エフフォーリアピンチ、直線コースに入った。ジャックドールが先頭一馬身のリード、エフフォーリアまだ後方にいる。真ん中から連覇を狙ってレイパパレ、ここで先頭に変わるか。外からポタジェも差を詰めている。その外から武豊とアリーボも来ている。武豊とアリーボ、内からレイパパレ、ポタジェかポタジェだ。真ん中ポタジェ、58秒4、ジャックドールもエフフォーリアも沈んだポタジェ、重賞初制覇が G1 舞台だ吉田隼人。あれもでも高原さん大変でしたよね。もうアリーボで武豊だ、はいはい、言ってね、高原さんが実況するとやっぱり、ね、豊さん勝ちますから、ね、多分ご本人もね思ってたと思いますけど、はい、そこはポタジェの七色のポタジェ使えはい、ポタジェのバリエーション、もうあんなバリエーションとっさには出てこないです僕やったら本当に。確かにあれは僕も見た瞬間にはいい実況だなと思いましたね。いや本当にいい実況でしたよ。あれは貢献さんすごかった。連覇を狙ってレイパパレとかもね、はい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 、貢献さんこれはやっぱ上手やなと思って聞いてたらその後に波乱はその後に待っていたっていうね、はい、アリーボとね、ありましたけど。ね、でもう一個自分がやったので言うと天皇賞春のタイトルホルダー、はい、僕ちょっと今度反省なんですけど、なんていうかレース終わってないのに、はい、タイトルホルダー圧勝って言ってるんですよあれ自分でもう僕実況してて何言ってんのって思いました。自分で突っ込んじゃいましたもん本当。びっくりしました。あれそれはもうそういうお気持ちがありましたか、はい、いつかこういう場があったらこれちょっと言いたいなと思ってたんですよ言い訳じゃないですけど本当ごめんなさいっていう意味で自分でタイトルホルダー圧勝って言った瞬間もう心の中で自分でお前何言ってんのまだ終わってねえよって自分で突っ込んでましたもん本当に。あ、やっぱそれはそうだったんや。気づいてました僕は。もちろん気づいてました早っと思って最後に堂々と18番枠ディープボンド収まって全馬のゲート入り完了です。歴史と伝統を紡がれた第165回天皇賞春、飛び出しました。おっと1頭落馬しているシルバーソニック、17番のシルバーソニック川田優雅ジョッキーが落馬しています。さあ先行争いはいきなり波乱ムードの中、やっぱり行きましたタイトルホルダー、期
菊花賞馬タイトルホルダー横山和夫それほど逃げないか、2番手にクレッシェンドラブ、3番手帝王ロイヤルがいて、それからディープボンド早め4番手です。内から1番アイアンバローズ5番手で、外からタガノディアマンテ上がってきました。メロディーレーンの小さな馬体は中段です。ハーツイストワール、黄色の帽子がヒートオンビート、そして内からマイネルファンロント、それからロバートソンキー、その後ろ赤い帽子がマカオンドールです。後方残り4頭はバルコスがいて、ユーキャンスマイル、白い馬体の早やっこ、残り2頭になりました。3番のディバインフォースと当選カンビーナが最高峰で各馬1周目、外回りコースの 3,4 コーナー中間点です。タイトルホルダーがリードをかなり広げました。5馬身から6馬身リードを取りました。2番手にクレッシェンドラブです。まもなく正面スタンド前、最初の 1000m をどれくらいのペースでいくか、タイトルホルダーが今通過していきます。1分0秒5で通過しています。タイトルホルダーリードは5馬身取りました。2番手にクレッシェンドラブ、そしてタガノディアマンテ3番手、帝王ロイヤル4番手、その後ろピンクの帽子、内を通ってディープボンドです。大外枠から内に出ましたディープボンド。さあ拍手が沸きます。思えば地域絆も2年連続1番人気で涙を飲んだこの舞台、親子2代の悲願の胸に、さあディープボンド5番手です。先頭は菊花賞馬のタイトルホルダー、やはり逃げました。さあ横山和夫、ここからペースを落とすのか。クレッシェンドラブが2番手、タガノディアマンテ3番手、帝王ロイヤル、そしてディープボンド、どこからでも捕まえるといった感じ。5番手外目、後方から当選カンビーダネ、各馬新緑潤す雨の雫をたっぷりと含んだ向こう上面に入っていきます。ペースを落としたか、タイトルホルダー横山和夫、昭和のプライド、たけしに続いて和夫でもタイトル取りたい。タイトルホルダー先頭、2馬身のリード、カラウマのシルバーソニックがいて、クレッシェンドラブが押している。タガノディアマンテ、そしてディープボンドはどこから動くか、前を捉えて4番手、視界に入れて4番手、内から7番の帝王ロイヤルと、それからアイアンバローズ外に出している。ハーツイストワール、メロディーレーン、ムチが入って、バルコス早くもムチが入っている。マイネルファンロンです。それからヒートオンビートとマカオンドール、ロバートソンキーがいて、後方からユーキャンスマイル、早やっこ、ディバインコース、当選カンビーナ最高峰です。タガノディアマンテは下がってしまった、大丈夫でしょうか。3コーナーのカーブ、さあ先頭はタイトルホルダー、後続馬を引きつけて、リードは1馬身半、ここからがタイトルホルダー菊花賞馬の真骨頂。帝王ロイヤル4連勝中、2番手、さあ動いた、和田龍二が動いた、深めた絆で人馬一体、和田龍二魂込めて無知がうなります。さあタイトルホルダーはまだ余裕がありそうだ。ディープボンドは3番手、帝王ロイヤル2番手、直線コース、さあタイトルホルダー逃げ切るか、リードを広げにかかった横山和夫、ちょっと外に乗れた帝王ロイヤル、ディープボンドは3番手、ディープボンドは3番手、タイトルホルダーが止まらない。残り脈はすでに切っている、菊花賞の再現だ、勝てタイトルホルダーだ、タイトルホルダー圧勝、ディープボンドは2番手にようやく上がってくる、帝王ロイヤル3番手、タイトルホルダー見事横山和夫、何口から出ちゃってんのみたいな。あ、はい、なるほど、それも言おうと思って出たわけではなかった。出たわけではなかったです。本当びっくりしました。そうだったんや。難しいですね、独走になっちゃうと難しいんですよね、うん、予想はするんですけど、本当になったみたいなのもありますし、やっぱり独走するときの、それこそやっぱり逃げ馬が独走するときの実況って、やっぱり見てても一番難しそう、はい、そうですだなというのはよく思いますね。それは考えておけよとか思われるかもしれないですけど、でも考えたら考えたでまたね、もう考えたのや言うだけかみたいなにもなりますし、ね、まっさらで言った結果タイトルホルダー圧勝残りね、まだ 100m ぐらいあるのにこれはもう自分が驚きました。あ、やっぱそうだったんや、はい、あの時も結構もうあの直線覚えてないですもん。あ、はい、それまでは結構冷静で、やっぱ長距離のレースね、何回かこうコントレイルの菊花賞ぐらいからやらせていただいて、はいはいはい、こう長距離の楽しさとか、まあ、G1 じゃなくても阪神大賞典とか長いレースってこうレースが動いてきてとか、各ジョッキの駆け引きとか楽しさがあって、そういうのをこうなるべくこう熱くなりすぎないで見ようと思って、天皇賞春もそういう感じで見てて、さあディープボンドが動いてみたいななって、もう直線になって、もう結構もう覚えてないです何言ったか、はい、そっか、僕ね実はね、はい、こ
このことは聞いていいのかな、どうかなってずっと思ってたんですよ、僕は。そんな関西テレビのアナウンサー聞いちゃいけないことなんですよ。本当ですか。ぜひ聞いてください。思ってましたか、桂さん。思ってました。僕はありました。いつか言いたかったです。今日言えてよかったです。だから本当に成仏しましたね。成仏しました。これからは気をつけますんで。でもやっぱそれぐらいのインパクトを受けて、タイトルホルダー強って思って。確かに、確かにあれは強かった。やっぱ菊花賞は強かったですけど、でも言うても同世代の戦いで、でこうね、コバも混じって長距離レースになったら、ね、宝塚でもあれだけ押してたディープボンド、ここは今年はやっぱりね、強いんじゃないか、有馬記念も2着ですよと思ってたので、こんなに強いかっていう思いが、あの圧勝で、こんなに強いかって言えばよかったですね、じゃあね、本当にね。確かに。確かに。吉田信夫さんも言ってましたもんね、これほどまでに強いのかって、ね、はい、ドラメンテ、ね、あの時のね、ドラメンテの、はいはいはい、はい、ね、いやー、ね、でも、ね、予想延長戦のね、はい、宝塚記念ではタイトルホルダーは外したじゃないですか、はい、ね、むちゃくちゃ強かったよね。タイトルホルダー強かったもんね。正直あのパンサラッサが逃げて2番手を追いかける展開になった時ってどう思ってました？これはもうちょっと、うん、ディープボンド素晴らしい位置にいるなって思ってました。僕は全く同じこと思ってました。タイトルホルダーはなくなった、はい、思いましたよね。で前半の戦が58秒台57秒台ですよね。みんなの夢乗せて17頭が走ります。宝塚記念、飛び出したエフフォーリアの姿、ちょっと今タイミング合わなかったのがアイアンバロンスです。さあタイトルホルダー行った、タイトルホルダーがまずは行ったぞ。おパンサラッサどうする。まずは注目のこれは先行争いになるのか、それともすんなりと隊列が決まるのか。タイトルホルダーが一番内、パンサラッサ、外からディープボンドも早めに行きます、それからウィンバリリン、それから内の方からアフリカンゴールド。わっとタイトルホルダーとパンサラッサが並んでいる。どうするんだどうするんだ、ここで出ました。ここでパンサラッサ前に出た。エフフォーリアはどうか。エフフォーリアは前から数えて8投目、ゴール板前を通過。エフフォーリアはちょうど中段、先頭がパンサラッサ、タイトルホルダーが2番手追走です。エフフォーリアこの4番ご注目ください。この位置にいました。外側にデアリングタクト、そして後方から追走しているキングオブコージ、最後方からアリーボという体勢です。さあこれから向こう流しに入っていきます。さあやっぱり行った、スタコラ、さっさとパンサラッサ、リードを3馬身取りました。そして2番手の位置にタイトルホルダーです。3番手内からアフリカンゴールド、それからディープボンド、最初の 1000m を今通過、57秒6。これはちょっと早い、これはパンサラッサといえども少し早いペースです。アフリカンゴールドの外側に15番のディープボンドです。それからウィン・マリリンがいて、内からヒシーグアス、さらにはマイネル・ファンロン、間をついてギベオンが続いています。それから言いました4番のエフフォーリア、現役最強馬の復活へ、外からデアリングタクトです。後方グループ見てみましょう。青い帽子はステイ・フーリッシュ、それからポタジェ、まだ後方は5、6頭残っている。メロディーレーンはここにいました、あるいは16番のグロリア・ムンディ、それからアイアン・バローズ、キング・オブ・コージ、最後方からアリーボ、こういう体勢になった。さあ第4コーナー600を切る、先頭はパンサラッサ、タイトルホルダーが差を詰めてくるぞ。そして懸命の左ムチが入っている、和田龍二のムチが入って、ディープボンド、それからウィン・マリリン、マイネル・ファンロン、間を据えてヒシーガース、さらにはどうか、エフフォーリアがちょっと伸びないか。先頭はこの辺りでパンサラッサ、タイトルホルダーだ、タイトルホルダーが先頭に変わった。パンサラッサ、さらには3番手からディープボンドも追い込んでくる、1番それからデアリングタクト、マイネル・ファンロン、タイトルホルダーが離していく。ヒシーグアスが2番手から前を追ってくる、そしてディープボンドだ、タイトルホルダーが先頭だ、ヒシーグアスが前に迫ってくる、前に迫ってくる、しかし差が詰まらない。タイトルホルダー3連勝だ、競馬界のエースは俺だ、タイトルホルダー、タイトルホルダーやった、2分9秒7大レコード、とてつもないレコードタイム、うわー驚いた。なんともとてつもないレコード、タイトルホルダー、この宝塚の舞台から今くっきりとパリロンシャンの凱旋門が見えました。タイトルホルダーもちょっと厳しい、ね、ヒシーグアスいいねとか思いつつね、ディープボンドとヒシーグアスいい重要とかね思いつつ、アリーボも突っ込んでくるのがこの展開になると思ったら、何なんですかあの強さ。あれは本当に衝撃でしたね。衝撃でした ね, ね
もうレース重ねるごとに本当に本当に、ね、衝撃度増していきますから、これも凱旋門賞楽しみでしょうがないですね。ねえ、ほんまにこのパこういうこう走りが走りをするタイプの馬が凱旋門賞だと初めてやと思うんで、ですよね。めちゃくちゃ期待してしまいます、ね。いやすごいです。ドーデュースもいますか、そこに。ねえ、ね、なんかあとディープボンドも、あディープボンドもってたし、ステイフーリッシュもね、すごいことになってきたね、今年の。ついに扉開けますよ。ねえ。ねえ、いやめちゃくちゃ期待してしまう。楽しみですね、秋競馬。早く秋競馬予想をやりますか。やりましょうか。ねえ、そういう風に言ってくださる声はね、結構あるんです。あ、本当ですか。ねえ、秋の予想をね。まあ、ね、またあれですね、だから、チャンピオンに。そのうちね、こうパネルにして、春秋。ちょっとね。プレバトみたいな、僕プレバト好きなんで。確かに天皇賞もね、春と秋がね、春と秋ありますから、予想もね、春と秋あって全然ね、叱るべきだと思いますけれども、どっちの方が得意とかあります、春と秋。いや、春ですね。考えてみたら、よく考えてみたら春でしたね。はい、なるほど。じゃあ桂さんどうです、桂さん。もうね、春の状態なんです。ちょっとやめときましょうかね、またね。ちょっとまた考えましょうか。ね、考えましょうか。考えましょうか。はい、でもね。はい、ということで、この、まあ、アナと2人で、今週の函館記念を、うん。これも巡り合わせかもしれないですね、桂さん。完全に巡り合わせですね。冒険さんがね、本当にお休みしていますけれども。ね、まあ、荒れる。一昨年すごかった、343万。アドマイアジャスター。2870、340万。ね、すごい。去年も20万。一番人気って、うん、来てる？一番人気はもう3着も含めて3年前に1回マイスタイルが一番人気で1着来てるのみで、あとはもう過去10年3着すらも来ていないです。いやたまんないっすね。した春の G1 どころか、もうここで一気にもうね、お名返上、はい、名誉挽回でいきましょうよ。去年ね、岡安さんが、はい、岡安さんも確か最後の方まで0点をさまよってらっしゃったと思う。0点貫いたんじゃなかったですか、岡安先輩も。岡安さんが最後 の延長戦の宝塚記念の日に、僕らみたいなアナトは G1 じゃないんだよっておっしゃってたんですけど、まさに今日。確かに岡安さん、確かに G1 じゃなくて12レース弱当ててます。弱当てて、また当てたんすかみたいな、よく言ってる気がします。ね、予想も、そうですね、ね、ライブ予想会も、はい、12レースそうですね、よく当たるかもしれないですけど、以前も言ったことあるんですけど、12レースの具合をちょっと隠し撮りしてたら相当面白いと思いますよ。もう皆さん本当盛り上がってるんで、競馬ビートが終わった後に、あ、はあはあはあ、12レースをこう顔合わせて、ワーキャーワーキャーって結構ドラマが起きてますね。そうなんや。頑張ってちょっと当てていきましょう。行きましょうよ、函館記念、ね、ハンデ戦で難しいんですが、メンバー的にはね、サンレイポケットとかね、やっぱ鳴尾記念3着、うん、京都記念3着ね、去年 G1JC 天皇賞秋4着いますし、はいはい、あとはマイネル・ウィルトスとかですかね、うん、人気するの、ね、ね、はい、目黒記念2着とかね、前走ありますし、ね、あと、まあ、新た4連勝したかな、はい、条件戦から ね、 そうですね、で去年の2着馬アイスバブルとかね、うん、まあ、ギベオンもいますよ。そうなんですよね、宝塚からね、え、宣伝あれですね、はい、吉原君よりもやっぱりこう紹介がスムーズにきますね。いや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 、ね、そんなことない。光景さんいろいろ書いてきてるじゃないですか。吉原さんね、いろいろ書いてきてるんですけど、ね、なんかみんなの注目とちょっとずれてるんちゃうかなっていう時が、ね、ちょっとあるんですよね。今大丈夫ですか。大丈夫です、じっくりきました。そうです、スムーズだなって思う。 ありがとうございます。やっぱその順番ですよねっていう感じで紹介していただいたんで、これこれって喋っ、ね、てましたけど、はい、スカーフェイスあたりも ね、 ね、スカーフェイスもね、大阪杯もね、はい、そうそう、15番人気で6着も、ね、上がり最速ですからね、大阪杯で ね、 ね、うん、1割になっても本当に細井さん面白い言ってましたから、スカーフェイス大阪杯でも。マジっすか。はい、この時はね。そうか、笠田さんどうします、注目馬はどっちから言います。注目馬はじゃあ、はい、僕実はもうね、はい、今週も、はい、吉原さんから架空実況を
預かっておりまして、うわ先週めちゃくちゃ上手でしたよ、僕見ましたよ先週、はい、もう桂さん一人でやってるよ、一人で回してるってもうなってたし、もう今週も桂さん一人でよかったぐらいですよ。いやいやいや、もうね、僕はもうね逆にねもう耐えられない。いやいや、で架空実況を言うて光景さんのやってたじゃないですか、はい、上手って思いましたよ本当。いやいやいや、もうねなんかもう原稿を読んでる感がすごかったですよ。だってあれでも初見ですよね。そうです、はい、光景さんあれうまかったじゃないですか。光景さんの架空実況より、いやそれをですね、今週も、はい、僕だからね今週、森尾さんが来てくださるということなので、はい、僕じゃないんじゃないかと思ってたんですけども、はい、吉原さんからですねやはりここは桂君に呼んでほしいと、そこはいうことで、で、制作の皆さんも、うん、もうねそれでいきましょうっていうことだったんで、じゃあ今回桂さんのその押し馬も入ってるわけですね。押し馬が入ってるわけです、ね、あ、これとりあえずね吉原さんの架空実況をまずやって、なるほど、ね、その後にあの僕たちが押し馬をちょっとご紹介するという、うわ光景さんもじゃあここで参加ということで。そういうことです ね、 ね、吉原さんのやつをあの読ませていただきますんで、ね、新潟とね、どこでしたか、福島となんかどこ間違えてますね。あ、そうです、小倉とね、福島も決まりましたね。かわいい光景さん。ちゃんとあの僕にツッコミしよう、はい、用意してますので、ありがたい存在ですね。はい、今週のね、光景さんの、はい、予想をまず頑張っていきたいと思います。桂さんお願いします。桂くん、僕の思いを汲み取ってくれた熱い架空実況ありがとうございました。全くかすりもしなかった先週の反省を生かします。桂くんの心の故郷函館記念、あ、そうですね、僕の心の故郷ですね、湯の川温泉でソフトクリームを食べたいなと思います。スタートしました。さあ最初の主導権争いです。ジェネラーレウーノが果たしていくのか、いやいやレッドライデンすっと上がって先頭です。去年の金庫賞の勝ち馬、ギベオンが好位に続いて、ウィニックシードも控える形。耐性モンストル。新たは函館2勝です。G1 でも好走のサンレアポケットは中段にいて、里のクロニクル、2年前の勝ち馬、アドマイアジャスタも一発を狙います。後方に中央地方のダービー制した竹豊とフェアリーポルカ、マイネルビルトス、スマイル、さらには大阪杯6着スカーフェイス、ランフォゾローですが後方、早やっこと並んで、去年2着のアイスバブルも後ろからです。さあ今週は北の大地、函館だ。嫌顔でも桂君のボルテージは上がる上がる上がる、興奮の大興奮の直線コース、先頭は新たに変わったサンデーポケット、襲いかかってくる G1 構想のキャリアは伊達じゃない、そしてマイニルビリトス、大外から岩田康成の渾身の鞭に応えてスカーフェイスだ、突き抜けるスカーフェイス、突き抜けるスカーフェイス、1着2着に新た、3着はマイニルビリトスでした。いやーすいません、ちょっと今週は取り直しをしてしまいました。いやでも上手でしたよ桂さん、すごい、もう最後普通に実況アナだったじゃないですか最後。いやいやもうちょっとね選手とやっぱり違ってね、はい、やっぱ本当のアナウンサーさんがいらっしゃる、ね、いややるというのはね なんですか、なかなか厳しかったですね。普段から全然お話ししてるじゃないですか。いやいや全然やっぱりね、これはすごい仕事やなと思いますわ。本当にもういや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 、お上手でしたよ。スカーフェイスのね気持ち乗ってたじゃないですか。そうですね、先週のちょっと反省を踏まえてやっぱ若干選手は気持ちが足りなかったのかなと、はい、あの自分で思いましたんで、すごいちょっと気持ちを解放してみようかと思って、うん、ちょっと頑張ってみました。いやお見事でした。でも桂さんすごいお見事でした。スカーフェイス1着、はい、吉原さんのコメントをちょっとじゃあ、はい、簡単、本当に簡単なんですけど、お願いします。スカーフェイス、言わずと知れた大阪杯の上がり最速馬、めちゃくちゃ外を通ってあの足は見応え十分、それでいて今回55キロは美味しい、展開の助けも必要であるが狙ってみたいと、うん、いうことでスカーフェイスだそうですね。ね、確かに馬場が重くなればこれはちょっと期待しちゃいますよね。やりますよね、自分、スカーフェイス、新たで、うん、マイネル・ウィルトスですもんね、はい、あるな、ほんと硬いな。確かにね、ちょっと硬いですね、でも硬、うん、いのは硬いですけどね、まあ、荒れる函館記念ですから。そうですよ、荒れる函館記念、ね、やっぱこっから僕らのね独自の独断浄土心、いやもうほんとそうですよ。そしたらまず、はい、僕の、あ、はい、お願いします。注目馬から発表させてもらっていいですか。お願いします。何ですか桂さん。2頭いてどっちにしようかなと思ったんですけど、うん、
個はですね、あれ、あったあったごめんなさい、ギベオンにしたいと思います。あ、ギベオン、はい、勝田さんギベオンですかね、はい、実績ありますけど人気はね、高家さんが挙げた3頭よりもちょっとね落としそうな感じもありますもんね。そうなんですよね。ねえ、でも多分上がりがかかる展開の方が向くんじゃないのかなというふうには思っていて、うん、重馬場実績も あって、まあ、このメンバーならね、能力、単純な能力比較ではずっと上位だというふうに思うし、うん、そうですね、結構いろいろ向くんじゃないのかなというふうな気がしております、うん、はい、函館得意な池添ジョッキーが初騎乗ということで、そうですね、はい、これもまたちょっと味方するのかなというふうに思ってギベオンにしたいな。まあ、宝塚走ってここ来るっていうのは多分状態面にもきっと不安は、ね、ないんじゃないかと思うんですよね。確かに確かに、藤原厩舎ですからね、何かあればそんな無理はさせないと思うので、うん、ギベオン今回は狙ってみたいなというふうに思います。賞賛あってのね参戦で、はい、ギベオン、はいはいはい、もう一頭何と迷ったんですか。もう一頭はね、アドマイヤジャスタと迷いました。一昨年の勝ち馬ですかね、一昨年最低人気でね、はい、勝ちましたもんね。あ、ブービーか、最低か、15番人気ですもんね、一昨年、はい、すごかった。ブービー人気や15番人気、はい、と思ったんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、やっぱりハマり待ちなのかなという気がそれはして、うんうん、で今年はなんかそんなに早くなるペースがね、速くなる要素はちょっと考えづらいのかなと思って、はい、まあ、後ろの馬よりは前目につけれるギベオンの方がまだ、うん、いろいろこう可能性はあるのかなというふうに思ってギベオンにしたいと思います。なるほど、はい、では私、森尾さん、私まだ出ません、出てませんでした今の馬の中でも、出てなかった、はい、お、僕も2頭で迷ったんですけど、はい、1頭はもう除外になっちゃったんですよ。モンブランテソーロちょっと狙ってて、わかる、ダノンバラードとかね、前走もだって1年ぶりのレースで5着でしたし、そう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 、2走前がね、はい、去年の函館、ね、五稜郭ステークス買ってますし、ね、そうそう、強い競馬してて、ダノンバラードとかやっぱダノンバラード自体も結構、うん、重めの馬場というか合ってる印象ありましたし、うんうんうん、狙ってたんですけど除外になっちゃったんで、はい、もう必然的に私の注目馬ジェネラーレウーノです。マジ、はい、いや前走トモエ賞11着なんですけど、うんうん、59キロ背負ってますし、はい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 、結構ねこの馬なんか最近はこう競馬をなんていうか やめるというか、うんうん、そういう素振りがあるみたいな陣営の、はいはい、お話を見てたんですけど、前走は結構しっかり走ってたんですよ。もう単内ジョッキーがそれこそもう3コーナーぐらいからバシ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 ムチ入れてて、結構気合つけてて、まあでもズルズル下がるんじゃなくて、まあ最後は力尽きちゃった感じですけど、結構頑張って、あ、ジェネラルブーの頑張ってるなってすごい印象がトモエションの時あって、なるほど、で今回も一気に5キロ減るんですよ。54キロ、確かに59から54減ってますし、私の印象だとトモエション組ってなんかこういいレースした馬よりも、トモエ賞あんな負けてんのに函館記念来るみたいな馬がなんか来る印象があるんですよ。もう本当にその通りだと思います。だからもうそれにすごく合致してるのがもうジェネラーレウーノ、はい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 、なるほど、はい、これは人気薄ですね。ですよね、人気しないですよね、おそらく。しないですよね。でやっぱりもうね、地元北海道で丹内ジョッキー、はい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 、結構活躍してるイメージあるんで、はい、この函館記念もね、マイネルミラノで2016年勝ったりですとか、うんうん、ね、マイネルファンロンで2019年2着に来たりとか、はいはい、ね、確かにもう丹内さんといえばもう函館ですよね。ですよね、やっぱり、はい、なのでまあね、雨が結構降ったらやっぱりマイネルウィルトスは強いんかなっていうイメージもありますけど、はいはい、でもジェネラールウーノが来たら多分オッズ跳ね上がると思うんで、いや激跳ねしますねこれね。ですよね、うん、だから僕も狙うとしたらここじゃないかなと思っております。なるほど、はい、いやもうこれどっちか、どっちも来て、ね、来たらこれ熱いっすよ。正直もうこれ来たらもうね、もうこれ来たらもう来年堂々と予想を置きますから予想を函館的に当たってますからみたいなもう堂々と来ちゃいますよ僕も、大輝くんの横でね、見た、あの荒れ方
当たったの言った通りでしょみたいな、ね、さあこれが来週どう使われるんでしょうか、ね、どう使われるのかもうね本当に皆さんのね少しでも参考になればと思いますが、はいね、来週はおそらく貢献さんねそうですね、はい、きっと戻ってこられると思いますのでいや本当にねありがとうございましたいや大丈夫でした本当いやいやもう本当に心強かった、ね、自分の反省しに来ただけ実況とね実況と予想と反省しに来ただけの感じでしたけどいやいやもうね本当に僕先週はねもう自分でねその動画が配信された時も見てたんですよ、はいはいね、早く終わってほしいいやいやいや、ね、いやいやいや早終わってくれって思いながら見てましたねとんでもないですもうやっぱ第三者から見てもカズラさん才能開花した回やったんでやっぱ何の才能なって思いましたコメントは神回っていう、はい、神回っていうコメントもマジっすかカズラさんちょっとじゃあ僕ももうはみ出しから卒業して一人で、はい、はみ出しばっかになっちゃうんですねはみ出してみんなはみ出してるみたいなゲーバビートなっちゃいますいやいやでも本当に今日もありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたまたぜひお越しくださいませいやまたぜひ勝手に行きます、はい、あそうですじゃあ次のアレルレースもです、ね、ぜひお願いします、はい、ということで今日は川島もりょうさんに来ていただきましたありがとうございました来週は貢献さんお帰りなさいですねですね